無料で高品質な AI イラストを生成したいと思った方はシアートがおすすめです動画投稿時点では期間限定で無料で何枚でも画像生成をすることができます画像生成する際に必要となるコインは毎日ログインすることで入手できるのでなるべく早いうちから初めて貯めておいた方がいいでしょうステイブルディフュージョン WebUI と並んでシアートは高機能な内容が多くありますクオリティは他の AI イラストメーカーと比べても同等に高い水準にありますまた スマホからでも使用することが可能なので手軽に生成することができるので便利ですこの動画ではシーア r ー t の使い方や機能などについて詳しく解説していきますログイン方法についてシーア r t のサイトにアクセスしてください説明の概要欄にシーア r ー t の URL を貼っているのでそこからアクセスしてみてくださいトップページの右上にあるログインボタンを押してくださいログイン画面が表示されますシーア r t では5つの方法でログインすることができます 1Discord 1のアカウント 2Google のアカウント 3Facebook のアカウント4メールアドレスを登録してログイン5電話番号を登録してログインこの中から1つ選択してからログインしてください日本語に変更する方法について初期設定では日本語ですが英語でプロンプト内容を把握したいや入力をしたい人は切り替えた方がいいです 言語を変更する場合は右上にあるアカウントアイコンにマウスカーソルを合わせてから設定を押してください創作設定を押すと言語の項目があるのでそこから日本語や英語に変更することができます変更後はセーブを押すことで完了しますコインについて右上にあるコインは生成時に必要になりますが現在は期間限定で無料になっています無料期間のうちにシーアートを始めて質や機能などを確認しておいた方がいいでしょうですが 一定枚数を生成した後はコインを消費していく時があるので要確認しておきましょうコインをもらう方法について c ー,ートではコインを増やす方法があります右上にある4つの四角アイコンを押してからタスクをクリックしてくださいコインは毎日サインインしたり新規ユーザーを紹介プロフィールを作成したりすることでコインをもらって増やすことができます 無料で画像生成枚数を多く生成できるようになるのでもらえるだけもらっておきましょう。コインはもらったらサイトをサイン読み込みすることで反映させることができます。フォローする方法について、コミュニティで画像生成して投稿している好きな人をフォローすることができます。AI 広場からフォローしたい人の画像をクリックしてください。右上にあるフォローボタンを押すことで可能になります。画像をお気に入りする方法について、 AI 広場などにある画像作品の右下にハートアイコンがあるのでクリックするとお気に入りに追加することができますお気に入りした画像を確認するには右上にあるアカウントアイコンにマウスカーソルを合わせてから「マイページ」を押してください「お気に入り」を押してください下にスクロールするとお気に入りした画像を確認することができますお気に入りに登録することで簡単にプロンプト内容を参考にしたり創作をすることができるようになります 検索について上部にある検索欄では通常のキーワード入力以外にもサイコロアイコンを押すことで検索場所にランダムでキーワードを入力することができますキーワード内に含まれた画像がいかに表示されますもう一つはカメラアイコンを選択して画像をアップロードすると検索内に画像が入ります今回の例ではこちらの画像をアップロードしてみます 検索内に画像が入った後に似た特徴の画像が検索結果に表示されるようになりますオレンジ色の紙や構図などに似た画像が表示されていることが確認できます AI 広場について有名なモデル配布サイトであるシビット AI のようなサイトがシアートには備わっていますそれが AI 広場という項目になります ステイブルディフュージョンでモデルを使用する場合はシビット AI やハギングフェイスのサイトに行ってからモデルをダウンロードする必要がありますがシーアートではサイト内にあるのでそこに行くまでの面倒な手間が省けるので便利です上部にある AI 広場を押すことでコミュニティの人たちが画像生成した作品モデルなどが表示されますここからチェックポイントモデルやローラモデルを使用することができますまた AI 広場では画像生成された作品を元にして画像を新しく作成することができます画像生成したい作品の右上にある創作ボタンを押してくださいすると AI イラスト生成の項目に飛んでから自動でチェックポイントモデルローラモデルプロンプトネガティブプロンプトなどの設定が行われます例ではどこも変更せずにそのまま作成してみますプロンプトの右側にある送信ボタンを押してください少し時間が経ってから画像生成されます コミュニティの人が画像生成した作品と似たような画像を作成することができます一からプロンプト内容を試行錯誤するのもいいのですが AI 広場から良いと思った作品のプロンプト内容などの設定を参考にして画像生成するのも質を高くするための一つのコツです過去に画像生成した作品を確認する方法について右上のアカウントアイコンにマウスカーソルを合わせてからマイページを押してください 作品をストカブに過去に画像生成した作品を確認することができます。プロンプトと画像生成する方法について、プロンプト内では画像生成してほしい呪文を入力してください。シーアートは日本語と英語どちらにも対応しています。日本語の単語を入力して区切る場合は当店、英語の場合はカンマを入れましょう。右側にある送信ボタンを押すことで画像生成が可能です。 プロンプトの上にあるサイコロアイコンを押すとランダムでプロンプト内容を自動生成してくれます。サイコロアイコンの右側にあるプロンプト内容を押すことで自動で反映されます。プロンプトを入力してから右側にある杖のようなアイコンをクリックすることで入力されたプロンプト内容を参考にして自動で呪文を選定してくれます。選定されたらプロンプト内に自動で呪文内容が追加されます。これらを元にして画像生成するのも良さそうです。ネガティブプロンプトについて 右側にある高級設定の中にあるネガティブプロンプト内には画像生成してほしくない呪文を入力してください例えば画像生成した時に川と森の背景があったとしますフォレストとネガティブプロンプトに入れて生成することで森の要素を省くことができますモードについてデフォルトではモデルや高級設定にあるネガティブプロンプトなどの内容を設定することができます シーアーと2.0ではデフォルトの設定よりも高品質にさせることができますがコインが必要になります現在は期間限定で無料になっているのでコイン消費の必要はないですデフォルトとシーアーと2.0を比較した画像になります右側のシーアーと2.0の方が目が崩れにくかったり身体のバランスが整っていたり書き込み量が違かったりするのでシーアーと2.0を使用することを推奨しますオートに設定するとチェックポイントモデルローラモデル 高級設定にあるネガティブプロンプトなどの細かな設定ができなくなり自動で設定されるようになりますモデルの選択やネガティブプロンプトなどで詳細設定をしたい場合はデフォルトかシニアート2.0を選択するようにしましょうモデルについてデフォルトでは5つのモデルを選択することができますゴーストミックスではアニメ風のイラスト作成で使用した方がいいです RPG とチルアウトミックスは写真のようなリアル実写の生成に最適です リーヴィアニメーテッドとドリームシェーターはイラスト風のリアル実写を作成したい人におすすめです他のモデルを使用したい人はもっと選ぶをクリックしてくださいより多くの画像を押すことで他のチェックポイントモデルを選択して生成することができますこちらはデフォルトにある5つのモデルを比較した画像になりますおすすめとしてはアニメ風ならゴーストミックスリアル実写ならチルアウトミックスになりますサンプリング法について サンプリング法ではノイズ除去を行う方法を変更します。すべてのサンプリング法を試して画像生成した結果がこちらになります。これらはどれも質の良い仕上がりにはなるのですが、少し画風が変わったりする場合があるので試行錯誤して好きなサンプリング法を見つけてみてください。処理時間は長い傾向にありますが、おすすめの設定方法としてカルラス系になります。好みの問題もありますが、 カルラス系のサンプリングでは比較的質の高い画像生成がされやすい傾向にあるのでおすすめですサンプリングステップについてノイズ除去する回数を設定します小さくすることで質が悪くなりますが生成時間が早いです高くするほど質が良くなりやすいですが生成時間が長くなりますおすすめの設定値は20以上になります CFG スケールについてプロンプト内容に従う影響度を設定します 小さいほどプロンプト内容から離れやすく高いほど従いやすくなりますですがプロンプト内容が多い時に最大に設定すると全てを取り入れようとして逆に質が悪くなる場合がありますなので推奨値は3から10くらいの範囲内で設定した方がいいでしょうシードについてシードの項目では初期設定でマイナス1になっておりランダムで画像生成がされるようになっています シード値を入れることによって同じ画像生成をすることが可能になります。鮮度ツ2イメージ2イメージと鮮度ツ2コントロールネットについて、鮮度ツ2イメージ2イメージを押すとイメージ2イメージの機能に移動します。鮮度ツ2コントロールネットを押すとコントロールネットの機能に移動します。移動した後はモデルやプロンプトなどの情報が反映されていることが確認できます。画像生成周辺の設定について、 画像生成した作品の右上にある3点マークをクリックするとシェアするための画像 URL のコピーをしたりすることができます。1、お気に入り登録する。2、画像の URL をコピーする。3、画像を削除することができます。翻訳アイコンをクリックすることで日本語訳と英語訳を交互に切り替えることができます。インフォメーションのアイコンを押すとプロンプト内容やシード値などの情報を確認することができます。 アックスケールを行っていない状態でサイクルボタンを押すとプロンプトやモデル情報などが貼り付けられますアックスケールを行った場合に押すとイメージ2イメージの機能に移動しますアスペクト比率画像サイズ変更する方法について基本設定内にある画像サイズではアスペクト比率を変更することができます幅や高さでは指定してサイズ変更をすることができます 顔面修復について、顔面修復ではチェックマークを入れることで顔の崩れなどを防ぎやすくさせます。ですが、逆に質が悪くなる場合もあるのでどちらも確認してから決めた方がいいです。特にアニメ風の場合ですが、鼻の部分がリアルな描き方になってしまって違和感のあるイラストが生成される場合があります。例えばこちらのような画像になります。顔面修復ありの場合は鼻がリアルよりな描き方になっています。また、目が崩れやすくなったりしています。 アニメ風のイラストを生成する場合に顔面修復をありにすると逆に質が落ちやすいのでおすすめしませんリアル実写の画像を生成する場合は顔面修復をありにした方が顔が整いやすい傾向にありますですが必ずしもチェックをつけたからといって顔が整うとは限らないのでどちらでも画像生成して比べた方がいいです NSFW 関連は生成できないについて シーアートでは NSFW 関連の生成ができません NSFW に関するキーワードを入れて生成しても見ることができません高解像度にする方法について画像生成した作品の一番左にある画像アイコンをクリックすることで高解像度にさせることができますアックスケーラーをクリックしてください5つの中から高解像度にさせる方法を選択してくださいスケーリング比率は元の画像サイズより何倍の大きさにするかの設定になります 設定したら提出するボタンを押すことでアップスケールすることができます5つのアップスケーラーの比較動画がこちらになります 4X ウルトラシャープはランチョスよりも高解像度になってぼやけにくいですランチョスとニーレスとの違いは感じられませんでした RESRGN4X プラスは 4X ウルトラシャープよりも暗めになるシャープさが薄くなるエッジが薄い少しぼやける印象でした RESRGN4X プラスアニメは 4X ウルトラシャープよりも馴染んだシャープさが出やすいです。結果的におすすめなのは高解像度でシャープさが出やすい 4X ウルトラシャープか RESRGN4X プラスアニメになります。ソ意アップスケールについて画像生成の真ん中にある U 文字ボタンを押すとソ意アップスケールをします。 ソーインアップスケールをするとアップスケーラーの 4X ウルトラシャープよりも自然に馴染んだ塗り方になっています。こちらは比較動画になります。個人的にはソーインアップスケールにするのも良いと思います。バリエーションについて画像生成の一番右にある V 文字ボタンを押すとバリエーションを行います。選択した画像を元に4枚の違った画像生成を新たに行います。変更したい場所があればプロンプトやモデルなどを変えてください。そのままの設定でもいいです。 決まったら送信ボタンを押すことで画像生成することができますエクスパンションについて画像の範囲外まで画像生成したい場合はエクスパンションを使うといいですですが最大線24までしか画像サイズが設定できないのでそれ以上だと画像の範囲外まで画像生成できません左側にあるエクスパンションを押してください真ん中にある場所をクリックしてから画像を選択してアップロードしてください 画像サイズを広げると透過している範囲の部分まで画像生成されるようになります次にインテリジェントアナリシスをクリックしてモデルやプロンプトやネガティブプロンプトを設定してください決まったら送信ボタンを押すことで画像生成できますイメージ2イメージと似ているような機能ですが大きな違いはイメージ2イメージでは一部をマスクして特定の部位だけ修正することが可能だったりしますあとはローラモデルが使えたりサンプリング法の設定が可能になっています こちらの画像ではイメージ2イメージを使って青色の目にするようにプロンプトに記入して顔全体が修正されている場合の例になりますエクスパンションでは一部を修正することができませんが画像サイズを広くして追加で画像生成させることが可能です例えば右側の画像では画像外の範囲まで追加して画像生成されていることが確認できます画像情報について画像情報ではアップロードした画像に近いプロンプト内容を2つ提案してくれます 左側にある画像情報を押してください。真ん中にある部分をクリックして画像を選択してアップロードしてください。提出するボタンを押してください。アップロードした画像に対するプロンプトが2つ出されているのが確認できます。プレビューについてコントロールネットから抽出したい画像があるときに使用します。左側にあるプレビューを押してください。真ん中にある部分をクリックしてから画像をアップロードしてください。タイプの項目からコントロールネット から抽出したい方法を選択します。プロセッシングアキュラシーで抽出する強さを調整してください。提出するを押してください。こちらの画像ではラインアートを抽出して画像生成することができました。プロンプトスタジオについて、品質、紙、構図などのプロンプトを参照したい場合はプロンプトスタジオを確認するといいです。プロンプト、呪文が一覧でまとめて表示されているので、良さそうな呪文を探して使用することができます。まとめです。 シーアートは現在無料で何枚でも画像生成できてしまいます。コインを消費する必要がない今のうちに全ての機能を把握しておいた方がいいでしょう。多くのモデルをシーアートから使用できるので非常に便利です。さらに質を上げるための多くの機能が備わっているので使っていてあきません。ステイブルディフュージョンウェブ UI では。 GPU 搭載の高スペック PC が必要でインストール方法が少し複雑だったり CPU のパソコンでは Google コラボを通して使わないといけなかったりと面倒です CR ーートではログインするとサイト内で全て完結できて使用できますユーザーのことを考慮して面倒な手間を省いてしまっているので他の AI 生成サービスから離れて使用する人が多くなる可能性はありそうです以上で CR ーートの使い方を解説しました アイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています動画の内容が良ければチャンネル登録お願いしますごご視聴ありがとうございました